ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今後はヤバいかもしれないな。どうしたの魔理沙？実は大地震の前兆かもしれない、ある出来事が起きているんだ。そうなの、早速解説をよろしく。任せてくれ。さて、先ほどのある出来事とは、茨城県の沖の方で天然ガスが噴き出したことだぜ。え、天然ガス？そうだぜ。でも、この天然ガスが噴き出した件が、何かヤバい状況なのかしら？はっきりヤバい状況とは言えないけど、この天然ガスが噴き出したのは、海底のプレートの、動きが活発になったからと考えられているんだ。ほうほう、プレートの動きが活発になるのは怖いわね。となると、気になるのは地震の発生だね。確かにそうだな。だけど、現在この天然ガスは噴き出していないので、なんとも言えない状況になっているんだ。つまり、プレートの動きが活発になっているから、今後は地震の発生に注意しないといけないってことだね。まさにその通りだぜ。次に関東で発生が危惧されている地震について、解説していこう。よろしく。それで、関東ではどんな地震の発生が危惧されているの？いろいろとあるんだけど、最も恐れられているのは首都直下型地震だぜ。首都直下型地震、どこかで聞いたことがあるわね。首都直下型地震とはその名の通り、東京を中心とする関東で起こると考えられている地震だぜ。首都で大きな災害があると大ごとになりそうね。日本は首都に国としての機能のほとんどが集中しているから、日本にとって大きな痛手になる可能性がある。何でも東京に一極集中したのは、災害を考えるとあまり良いことではなかったかもしれないわね。まあ利便性を考えると、集中していた方が良いこともあるとは思うぜ。そして、この首都直下型地震は二つの発生メカニズムが存在しているぜ。一つは内陸型地震と、もう一つは海溝型地震だぜ。陸で起こるものと海で起こるものの二種類があるのね。内陸型地震の場合は、立川断層という断層が震源となる可能性が高いぜ。どのあたりにある断層なのかしら？飛鳥山丘陵、笹新田峠付近を北西端とし、金子台、箱根ヶ崎を経て、武蔵村山市三次付近まで、分布する活断層だぜ。でも、それだと立川という地名は入ってないのかしら？かつては入っていたけど、平成27年の調査において、立川市内には断層が存在しないと報告されたんだ。そこで、名称も立川断層から箱根ヶ崎断層に変更された。しかし、長らくこの立川断層という名称が使われてきたから、多くの資料で今も散見されるぜ。なるほど、そういうことなのね。ちなみに、断層の長さもかつては全長 33km だと考えられてきたが、平成27年の調査では、全長 12km とされたぜ。だいぶ短くなったわね。と言っても、この活断層に脅威がなくなったというわけじゃないぜ。活断層なんだから、確かにそうね。この断層が動いた場合は、マグニチュード 7.4 の地震が東京西部で発生すると考えられていて、犠牲者の数は6300人にも上ると予測されているぜ。やっぱり人口が多い地域だから、桁違いの犠牲者が出てしまうのね。そしてこの断層は、1万年から1万5000年の周期で動くことが分かっているんだぜ。ちなみに前回動いたのは、2万年から1万3000年前と考えられているぜ。いつ動いてもおかしくないってことじゃない。そういうことになるぜ。それに加えて首都圏においては、他にも歪みが蓄積されている活断層があると考えられている。また、まだ未知の活断層もあるかもしれないから、いつ地震が発生してもおかしくないんだ。これは、近い将来地震が起こると考えてもおかしいことじゃないわね。次は海溝型地震についてだけど、このタイプの地震は100年ほど前に起こっているぜ。100年前というと関東大震災のことね。その通りで、房総半島と伊豆半島の海底に存在する、相模トラフと呼ばれる谷神の地形を起点とする、地震が起こるかもしれないんだぜ。関東大震災も相模トラフが原因だったのね。このエリアを震源域とする地震は、200年から400年周期で起こると考えられているぜ。ということは、あと100年くらいは大丈夫ね。前回の関東大震災が100年前なんだから、従来の研究ではそのように考えられてきたが、近年の研究では、関東大震災の際には震源域全体の半分程度しか動いていない可能性が出てきたんだぜ。ということは、関東大震災は相模トラフの半分程度の活動だったってことなの。半分程度の活動で東京は壊滅的な被害を受けたのよね。そういうことになるぜ。つまり相模トラフを原因とする、関東大震災と同等の地震が、近い将来起こる可能性があるってことだぜ。それもいつ起きてもおかしくないってことね。まさに、その通りだぜ。また、この海溝型地震は相模トラフだけじゃないぜ。南海トラフが原因になるものがあるのね。さすがの霊夢も知っていたみたいだな。その通りで、南海トラフを震源域とする、東海地震と呼ばれる地震が起こる可能性があるんだ。
このエリアを震源域とする地震は、100年から150年周期で起こると考えられている。そして、前回この震源域を原因として起こった地震は、1854年の安政東海地震だと考えられている。もう150年以上経過しているわね。この震源域の地震も、いつ起こっても何ら不思議なことではないんだぜ。関東地方は多くの爆弾を抱えているような状態なのね。まあ関東地方に限らず、日本という国自体が地震という巨大な爆弾をいくつも抱えた国なんだぜ。日本に住んでいる以上、基本的にどこに住んでも地震から逃れることはできないぜ。偉い国に生まれてしまったわね。まあ受け入れるしかない現実なんだぜ。首都直下型地震が起こるとどのような被害が出るのかしら？それじゃ次は予測される被害に関して話をしてみるぜ。ちなみに、2012年3月に東京湾北部においてマグニチュード7の地震が発生した場合の予測が報告されていたぜ。東京都と神奈川県の一部で震度7、東京23区は震度6強の地震が発生すると想定されている。どのくらいの被害が出ると予測されているの？約2万人もの人が、建物の倒壊や火災で犠牲になると予測されているという、恐ろしいものだぜ。もちろんこれは最悪のケースを想定した場合の数字だと思うから、高めに数字が見積もられているかもしれないぜ。犠牲となる人の人数予測がすごく多い印象を受けたけど、よく考えてみたら人口密集地なのよね。まあ関東地方だからな。これまで起きてきた地震の発生地域と比べると、圧倒的に人口が多いから、被害を受ける人の人数が桁違いなんだぜ。ちなみに経済被害は95兆円だと考えられている。95兆円ってちょっと想像もつかない額ね。首都に多くの資産が集中しているからな、かなり高い金額になっているぜ。確かに多くの大企業は東京に本社を置いているわね。そういった面からも、経済被害が甚大なものになると想定されているぜ。もし、この首都直下型地震が起こった場合は、日本全体に多大な被害が出そうね。地震自体の直接的な被害以上に震災後の、経済的な被害を受ける可能性が高いな。これまで地震の被害をある企業が受けて倒産すると、その企業との取引に頼っていた別の企業が、連鎖的に倒産することも数多くあったぜ。立地的に離れていても、取引がある会社がそういった被害を受ける場合があるのね。東京に本社を置く会社はとても多いし、東京にある企業との取引を行う会社は数えきれない。そういった面から考えても、首都直下型地震は直接的な被害以上に、二次的、三次的な被害が、日本全国を長期的に苦しめる可能性は大いにあるぜ。具体的な被害としては、どのようなものが予測されているのかしら？耐震補強がなされていない、都心の建物の6割が倒壊すると考えられていて、その際に大規模な火災が発生すると考えられている。その火災で1万6000人が犠牲になるという予測もあるぜ。関東大震災の時も大規模な火災で多くの被害が出たけど、同じことが起こるのね。巨大地震の後は主要な道路が崩壊し、車などの通行ができないことがほとんどなんだ。そういった状況では、消火活動が十分に行うことができないと考えられるぜ。事実、これまで大きな地震が起きた地域では、被災地の道路などが破壊されて寸断されたり、車で避難しようとした人によって、大渋滞が起きたりした例が数多くあるぜ。それに加えて、仮に消防車が到着しても、放水のための水が確保できない可能性すらあるわね。つまり、消火のしようがない状況になると考えられているってことなんだ。恐ろしいわね。首都直下型地震の被害に関しては火災だけじゃないぜ。相模トラフを起点とする地震や、東海地震などの海溝型地震が起こった場合は、津波の被害も出るぜ。確かにそうね、火事による被害が大きすぎて、その可能性が見えなくなっていたわ。東京湾周辺は海面よりも地面が低い位置にあるから、津波の被害が甚大になる可能性があるんだ。高さ2メートルの津波でも海岸から20キロメートル、高さ6メートルの津波なら海岸から40キロメートルが、水没する可能性があると考えられているぜ。40キロメートルって、とてつもない範囲ね。また、この津波が河川を遡って被害を拡大させる可能性もあるし、都心は地下鉄が発達しているから地下が浸水し、液状化の被害が甚大なものになる可能性もある。確かに地下鉄網がものすごく発達しているわね。また、江戸時代から東京の沿岸部は埋め立てが行われてきた。このことからも、沿岸部の液状化が甚大になる可能性が高いぜ。そういった地盤の上に立っている建物の被害も大きなものになりそうね。そういった面からも、津波の被害はより甚大なものになる可能性が高いぜ。また、そういった状況で懸念されているのは、自然の力による被害ばかりではないぜ。なるほど、治安の悪化ね。霊夢の言う通りで、こういった非常時は人身の荒廃が起こり、犯罪が増加する可能性が高いぜ。いわゆる火事場泥棒や、暴力の横行など、治安は最悪のものになるかもしれないんだ。
悲しいことだけれど、これまで地震災害が起こると必ず空き巣の話が出ていたわね。東日本大震災や熊本地震の際もそういった被害が多かったみたいね。自然災害も恐ろしいものだが、人間のそういった悪意もまた同様に恐ろしいものだぜ。そういった犯罪の被害を受けないように、自分の身を守ることも必要かもしれないわね。避難するときは貴重品は必ず持って行った方がいいってことだぜ。持っていけないものは諦めるしかないぜ。震災後の建物は窓などが割れていることも多いから、空き巣にとっては天国だからな。家に侵入するのを防ぐ手立てはないぜ。確かにそうなんだろうけど、なんか悔しいわね。悔しい気持ちは理解できるが、自分の命を守るためにも、避難する方がもっと大事だからな。生きてさえいれば、また取り戻せる可能性があると考えるべきだぜ。火災、津波、犯罪といった被害が出てきたけど、他にはどのような被害が出る可能性があるのかしら？可能性としてあるのが富士山が噴火するというものだな。過去の歴史を見ても、富士山の噴火と関東地方で起きた地震とは、関連がある可能性がある。なるほど、地震が火山へ影響をもたらす可能性があるのね。富士山が噴火した場合の想定もなされているけど、とんでもない被害が出るぜ。噴火時には火山灰が噴出するわけだけど、その被害も含めるとおよそ2兆5000億円の経済被害が出ると予想されているんだぜ。桁違いの被害が出るのね、驚いたわ。もう額が大きすぎて想像もつかないわ。どんな被害が出るのかしら？噴火による揺れと衝撃波でガラス等が割れる可能性や、建物が倒壊する可能性があるんだ。ガラスは飛び散ると危ないから、災害時は近づかないようにしないといけないわね。その通りで破片が飛び散るからな。それで怪我をする可能性がまずあるな。それから、火山灰だけでなく、火山弾というマグマの塊が降ることになる。上から降ってくるわけだから避けようがないわね。火山弾というのは、直径が64ミリメートルよりも大きな火山噴出物のことだけど、火口から数キロメートルの範囲にも飛んでくることがあるぜ。そんなに遠くまで飛んでいくのね。ちなみに重さは最大で 400kg になることもあるから、凄まじい攻撃力を持っているぜ。恐ろしいわね、そんなのが降ってくるってことなのね。もちろん火山から数キロ離れると、降ってくる火山弾も当然小さくはなるけど、危険なことに変わりはないんだぜ。流れ出たマグマの被害もあるのよね。どの噴出口から噴火するかによって、想定される被害が変わるそうだけど、かつての溶岩噴火の際に噴火したとされる、長尾山から噴火した場合を想定すると、麓の富士吉田市は、噴火から数時間で溶岩に飲み込まれてしまうそうだぜ。たった数時間で街が飲み込まれるとか、恐ろしいわね。今回はここまでだぜ。ガスの件は気になるし、もし首都直下地震が発生したら、やばいわね。そうだな、だから、いつ何が起きても大丈夫なように、常に備えておかないといけないぜ。うん、わかったわ。ご視聴ありがとうございました。